ケイトリームスはディアブロ4をやってきたいと思います。今日ですねディアブロ4のダンジョンがナーフされた後にまだ使える経験値とかファームがいけてるダンジョン参戦を僕なりに紹介していきたいと思います。ということで本日の目次はこちら。1つ目、ダンジョンナーフの後、2つ目、最高の参戦で、最後にですね番外編もやっていきましょう。でまず1つ目にダンジョンナーフ後っていう話ではあるんですけども、今回の内容としては実はアップデートにより先日僕動画も出したんですけど、ナーフという下方修正をされて、まあ、あの王者の死とかを代表するような、今までみんながですねめちゃくちゃですね周回していたすごく美味しいダンジョンっていうのが弱体化されてエリートモンスターとかがですね少なくなったりしてます。なのでそういったねダンジョンの下方修正を受けて、だったら今使える、まあ、美味しいダンジョンってどこだろうなっていうところで、まあ、コメント欄とか生放送とかでみんなが教えてくれた場所いろいろ行ってみたので、僕なりにこの3つのダンジョンはまだ使えるんじゃないのかなというところで紹介していきたいと思います。ぜひねみんながおすすめするダンジョンとかもあったらぜひ教えていただけると、このディアブロ4に関してはですねカリバー争いとかないから、はい、ぜひ教えてください。僕もレベリングしてるんで全然毎日、はい、ということで次の項目、最高の参戦という形で僕がですねここの3個のダンジョンはいけてるんじゃないのかなっていうのを紹介していきましょう。でまず1つ目がですね光なき巣穴というところになります。で光なき巣穴はどこかというと、今いるですねこちらのですね町、なんだっけ名前はザービンゼットですね、このザービンゼットというところから東へこうまっすぐ行ったところのダンジョンになります。こちらですね光なき巣穴で、全体図からするとこんな感じで結構南の方にあって、ターサラクとかの右下とかで、起用場所からするとめっちゃ左下になるみたいな、そんな感じになってますねっていうところなので、まあ、ここのですね巣穴っていうところに行ってみたいと思います。ということなので、ここら辺かな、あ、ここですね、こちらがですね光なき巣穴という場所になりますので、早速入っていきましょう。このねあのエリアのポイントとしてはやはりですね雲が多いという形になります。なので雲は足止め効果を持っている、なんか雲の糸みたいなのを地面にドンって出すので、そこだけね注意していただければいいんじゃないのかなという風な感じですね。それ以外はまあある程度ね殲滅すればいいから、まあなんていうかな、まあそこまであの難しくないで、こんな感じで雲から雲が出るので、まあねあの一応経験値のリソースとしてたくさんのね敵を倒すことができるよねっていうのが、まあ、今回のねイケてる内容の部分でもあるかなっていうところですね。であのダンジョンの構造としては、感染した村人っていう中ボスみたいなのを3体倒して、でそこからですねボスに挑んでこうねっていうような形になってますので、まあ、そういったね場所になってるかなっていうところですね。でどんどん虫をねしばいていくっていうところになります。でさっきも言ったんだけど、マジで蜘蛛の糸だけは注意した方がいい。やっぱりですねいざという時機動性をね損なわれるのは結構きついんですよっていうところで、特に今氷結とかの蜘蛛とかエリートがいた際は蜘蛛の糸で足をちょっと止められた上に凍らされて結構きつくねみたいな感じになったりすることもあるので、そこら辺はねお気をつけいただければいいんじゃないのかなという風な感じで、まあ、それ以外はこんな感じで個体数が多くてエリートとかですね、あとはですねまああのなんていうんですかチャンピオンとかああいったところの数も多いので、全然ですねいい感じに経験値効率であったりファーム効率っていうのはあると思いますので、まあ、僕的にもねいい感じにこのダンジョンを進めれたかなっていう感じ、まあ、たださっきも言ったけど足止めだけマジ気をつけてねって感じですね。でまあクランメンバーによるとドルイドだとめっちゃここいいよって話なので、ドルイドとかの戦い方だとここは結構効率がもっと良くなっていい感じにできるのかもしれないですね。ちょっとね俺の場合はたまに足止め食らって結構ねあやべっていうシーンがあったりするので、まああの足止めだけには気をつけていただければいいんじゃないかなっていうね、そんな形になってますね。でまあここはですね、まあ、見ていただければ分かるんですけど細いツールが多いですので、まあ、おすすめとしては結構ですねパーティーとかではなくソロの方がまあ意外にねいい感じなんじゃないのかなっていうふうに思ったりしますね。でまあ逆にさあの王者の、 あの死とかは結構ね広くてギミックがあって3つの道に分かれてるみたいな、そんなのがあるので、まあできればねあのいい感じにパーティーでやる方が効率がまあいいんじゃないかなみたいな話とかもあるので、まあ、そこら辺考えるとこのダンジョンに関しては結構パーティーというよりかソロの方がねあのいいんじゃないかなと、まあ別にパーティーでもいいと思うんですけど、まあそんな感じで使えるんじゃないのかなというふうな形ですね。まあ、こんな感じでどんどんね虫をしばいていくというようなダンジョンのね構造になってますね。であとはね毒が結構痛いのでトーメントに関しては、なので毒に関しては結構気をつけた方がいいかなって感じですね。1回食らっちゃうとめちゃくちゃごっそりね減ってしまう可能性もあるので、 HP はね結構しっかり見ておいた方がいいかなって感じで、このダンジョンに関しては結構ね広くないというかお手軽な大きさになるので、結構ですねまあ周回にはね
まあ、楽なんじゃないのかなっていう風な感じですね。まあ、サイズ的にもですねちょうどいい感じなので、まあ、いい感じに回れるんじゃないかなっていう形ですね。まあ、一個一個がさ広いダンジョンとかもあったりするんだけど、まあ、ここは周回に適したようなサイズ感になってるかなっていう風なイメージですね。という感じなんで、障壁がねちょうど外れたんで中に入って戦いをしていきたいと。まあ、やばい、これは凍結、これね凍結と足止めと毒、それが重なるとやばいんで、そこだけはね気をつけてくださいね皆さんね。これやばいんでね、それ来るとっていうところで、障壁の後のですね、まあ、ここら辺のですねこのラッシュをクリアして最後の方のエリアに行ってみたいと思います。で、さっきのラッシュの部屋を少し抜けた後にここのですねボス部屋があるという形になってますね。なのでボス部屋なんで最後のブルードガードというですねこのボスをね倒していきたいと思います。よーし、行くぞ。今雲の、ね、ボスなんでね結構機動力高く逃げてったりするんだけど、まあ、追いかけてって倒すんじゃないかなみたいな感じですね。っていう感じなので、あ、OK ですね、倒しましたっていう形になってますね。なのでこんな感じのダンジョンなので結構ですね洞窟内で狭くて、でですね密集率高いんでモンスターの数も多いんで効率いいです。で短いです、ある程度短いので効率にすごく向いてるって感じで、まあここはですねこんな感じなので次のねダンジョン行ってみたいと思います。次はですね鉄の砦というですね場所に行ってみたいと思います。で鉄の砦はですね今言った光なき巣穴よりもっとですね立地がいいです。なのでとてもですねイケてる距離感です。で楽波と砦の廃墟中庭っていうとこがウェイポイントで、これ確かストーリーで解除できたはずで、そこのすぐ近くですねここのウェイポイントのすぐ右上ぐらいに鉄の砦ってあるのでこちらになってます。なので早速ねこの楽波と砦の廃墟行ってみたいと思います。一応全体的な感じから見ると清場所の真南って感じで、バイエレツの北っていう感じですねっていうところなんで飛んでみましょう。でここがウェイポイントになってまして、このウェイポイントからマジで近いからすぐ近くなので速攻行ってみたいと思います。でここね壁登っていただいたらすぐ右手になってますね。なのでもうすぐね入り口があるという形になってるので超近いですね。でここが入り口になっておりますっていう感じですね。早速入っていきましょう。でこちらの鉄の砦に関してはですね、まあ、注意すべき点はレイスっていう遠距離魔法攻撃してくる幽霊がいるのでそいつを注意したいのと、あとはなんかブッチャーみたいなやつがいて、そいつがなんか鎖でさ自分のこと引っ張ってくるから、それは魔法職の人、遠距離タイプの人は注意した方がいいかなって感じで、あとですねめちゃくちゃ密集しているエリアがあるんですよ。そこが美味しいんだけど危険って感じ。まあ、倒せればめちゃくちゃ美味しいから、俺的にはねめっちゃ美味しいいい砦だと思ってるので、まあ、こういう亡霊系が多いんだけど、まあ、こんな感じで戦っていくっていうところですね。でなんかねこれ結構やらしくて、後ろにね背後になんかで出てきたりするんだよね、出てくる瞬間敵がねスポーンする瞬間なので、そこら辺がですね後ろも気をつけた方がいいよみたいな、そんな感じになっておりますね。でやっぱりねこの バンシーか名前、この幽霊のこのバンシーとかがね結構ですねきついんですよ。外から撃ってきて、しかもエリートのバンシーとかたまに属性ついてるから、こう魔法攻撃がマジで特にトーメントは痛いってなるので、そこら辺はね注意した方がいいかなっていう形になってますね。かなりねここはね俺的にはね美味しいねとこだったかなというふうに思います。いい感じにですね生物の密集度もあって、でさらに数もいて、まあただその遠距離がね痛いので遠距離だけねどうにかしないといけないんだけど、で次のここだね、この鍵を開けて入った先になんか2箇所ねギミックのアイテムを取る必要があるので、そのアイテムをですね取る際にやべえねモンスターハウス、あこれは中間のモンスターハウスですね。でここの特徴としてはこういうですね地獄の王、奈落の王だっけ、ここら辺が出てきやすいという感じになってます。でこいつらを倒さないといけないんだけど、これのエリートとか来たらマジで、ね、強いから気をつけてくださいって感じで、そうだね、血の石を見つけて台座に戻すだから、一番ね1階のギミックで鍵を取りに行って、で次の2階のギミックで血の石をね持ってきて台座に置くっていうことをしないといけないんだけど、その時の血の石が置いてあるところがめちゃくちゃ密集してるから、そこがですね美味しくて危険なポイントとなっておりますので、ここら辺がね結構注意点かなって感じで、地下1階に最初のギミックをクリアして降りるとデカ物が結構ね出現するようになるので気をつけてください。普通に強いんで、まあ下手するとやられるって感じですね、自分よりレベルの高い状況でいったら。なのでここら辺はですね強いかなって感じ。あとなんかそのサキュバスとか、その今言った地獄姉妹みたいな飛んでるさ、まあ、なんか女系のモンスターいるじゃん、あれ結構ね属性入ったエリートとか出ると
厳しいから、まあね、そこら辺もね注意した方がいいかな。基本やっぱり上位に行けば行くほど属性がねえげつなくなるので、まあ、そういった面で、まあ、危険な部分もあるんですけど、その分ですね敵の密集度も高くてマジで美味しいよねっていうのが今回のねここの鉄の砦という形になってます。ここはマジで俺おすすめ。コメントとかでもらっていろいろ回ったんだけど、生放送でねみんなと話しながらなんだけど、ここはね結構俺ね気に入った砦というかダンジョンの一つでもあるかなっていう感じになってますね。まあ、トーメントで今言ってるんだけど、やばい凍らされるとやばい言ってるんだけど、結構ですねあの美味しかったですね。経験値もいい感じだし、エリートの数もいい感じなので、ドロップもいいし、でさらに言うと、まあ、やっぱりですねあのモンスターハウスっぽいめっちゃ密集したとこなんで、かなり俺はですね、まあ、やりやすかったりもしましたね。でですねモンスター、あここかな、あここがモンスターハウス、これ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 がモンスターハウスだから、これやばくない、これこの密集度これになるので、うん、これやばいっしょ、こういう感じになってます、これ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 やばいやばいやばいでしょ、これこういうこれやばくない。でここでも逆を言うと、倒せればもうめちゃくちゃ美味しいから、すごくねいい感じ。やばい、ミニオンが壊滅している、うおミニオン一回出せろ、ミニオンうおやばすぎるやばすぎる反射ビルド輝くぞ、こういう時はうおーっていう形になってますね。はい敵がいすぎてクリティカルヒットとか幸運の一撃出まくって、でクールタイムがもう短縮しまくって奥義を連続で今使えているというような状況ですね。っていう感じなので、まあ、ここでねかなり倒していく。あーこれこれこういうさ地獄の姉妹っていうさ、このさこの飛んでる系、こいつさ遠距離で来るじゃん、そう遠距離がさきついのよね、きつい、かなりきつい。なのでこの遠距離属性の時がマジで注意しないといけない、トーメントとかはっていう感じですね。まあ、やっぱり俺の場合さもう凍結だけが嫌だから、凍結にめちゃくちゃ装備のさ属性振ってるから、やっぱりね逆のなんか火の属性とかでバチコーン大ダメージ与えられるとガチ辛いので、そういったところを考えると、まあ、やっぱりですね属性系のやつらは本当に強いのでお気をつけくださいって感じで、でさっきのですねこのモンスターハウスを抜けた血の石があるので回収という形になっております。なので、まあ、このねめちゃくちゃギュッとなったね戦いができるので、まあ、人によってはね楽しいかなと、まあ、人によってはきつすぎるっていう話もあると思うんだけど、まあ、そんな感じでねあの遊べるようなダンジョンになってるので、俺はね結構好き。ここは今のギュッてなってるところとかかなり楽しかったしね、でよく死ななかったわ今の、ボーンストームなしで突っ込んでしまったけどっていう感じになっておりますね。でも別にね俺はね毎回ボス倒す派なんだけど、まあ、倒さなくてもいいと思ってるから、まあ別にボス倒さなくても、いやここも多いなボス倒さなくても全然いいので、まあ、そこら辺はね好きにしてくださいって感じ。効率的にボスはスルーしていくとかも全然いるし、そういう人もね、なのでそんな感じで、まあ、やっていただけるといいんじゃないかなっていう感じですね。うぅやっぱね鉄の砦はこれできるからマジ楽しいんだよね。あれだな、凍らせられてる、誰だよな凍らせてる俺のこと、やばいな氷はマジでねトーメントで死に直結するから本当に怖いっていう方。あーエリートいた、エリートいた、こいつか、あー凍結こいつだ、やれやれやれ、まずまず凍結はまずい、凍結ガチやばいから、凍結は本当に辛すぎる、もう凍結泣いちゃうから俺本当にという感じでゴリッと壊滅しましたという感じですかね。奈落のがちょっと残ってるかな、あとはミニオンにやってもらいましょう。 OK ですと、もうやばくないこれ、めっちゃ出てるでしょ、ソレとか神霊とか、なんでここら辺をねどんどんしっかり回収していきましょうねって感じですね。でさらにどんどん進んでって奥にある血の石2つ目を回収していきたいと思います。まあ、どんどん行きましょうね、どんどん行きましょう。でまあ、難易度っていうかね、まあ、トーメント入ったばっかりとかナイトメアのティア3に入ったばっかりとかだとここら辺はね結構きつかったりするので、まあ、そういう時はねビルドとか装備見直したり、あとはですねもうちょっと、まあ、イージーなダンジョンに行ってみるとかっていうのがねいいかなっていうふうに思いますので、今回はね結構ねあの周回効率というか経験値効率を求めた形の話になってますので、そこら辺はね、まあ、みんなで微調整してねって感じですね、プレイしてる各々でっていうところになってます。まあ、ただここはね結構ねいい感じで効率も良くて、まあ、このガッツリいるのでもう取れないアイテムめっちゃあるじゃん、新生アイテムかなり捨ててるからっていうぐらいあるから、マジで楽しいこのダンジョンは。早速2つ目の血の石を吹っ込んで、で、敵とねボスとね戦っていきたいと思います。でですね、さっきの雲と違って今回の敵はですねちゃんと1対1でガッツリ戦ってくれます。雲は逃げがちだけどね、なので、まあ、こんな感じでね、まあ、普通にねあの1対1で殴り合いって形で、まあ、結構ねイージーにトーメントでも倒せますっていう感じですね、反射ビルドだと。はいって感じ。おお神聖のズボン出た、結構レジェンダリー出るね今日ね。
かなりいい感じだと思いますっていうところなので、この神聖のズボンを取って次の最後の3つ目のねダンジョン行きたいと思います。ということでやってまいりました。ここはですねバイエレツというですね場所になります。でマップ的なところで言うとだいぶ南ですね、だいぶ南のところになってますね。でここのウェイポイントは敵を倒して解放するタイプのウェイポイントなんで、もしバイエレツない人はですねちょっとねここ攻略してまず解放しておいた方がまあ幸せになるよって感じ。僕はね結構ねここを解放して便利になってるって感じで、場所は清場所から真南にずっと行ってずっと行って、もう本当に南の海岸沿いって感じですね。ここになってます。で次行く場所はこちらですね、エリドゥの遺跡です。そうなんです、前回のアップデート速報のニュースでエリドゥの遺跡直されたよねっていう話あるんですけど、全然美味しいから、全然美味しいなのでエリドゥの遺跡にも行ってみたいと思います。エリドゥの遺跡はね最初に紹介した光なき巣穴っていうところにすごく似てますね。で違いとしてはですね、まあ雲とかいっぱい出るんだけど、なんかギミックがあって、ここはねダンジョンギミックで勝手になんかねモンスター数を増やされるというか、急にですねモンスターが上から降ってきたり、1ウェーブ目殲滅したら2ウェーブ目で新しい敵が出てきたりしますっていう感じなので、早速ね入っていきたいと思います。という形なのでエリドゥ行ってみましょう。でまあさっき言った通り結構ね途中のギミックっていうのが多くて、まあランダムだと思うんだけど、殲滅したら2ウェーブ目で新しい敵が急にねスポーンしたり上から降ってきたりみたいな感じなのがあるので、そこら辺でですねまあ戦っていくっていう形になってますね。でここで重要なのが、気にしないといけないのが自爆野郎がいるんですよ。自爆野郎は特に魔法職、まあ俺たちみたいなネクロとかはマジ注意した方がいいって感じ。ガチでトーメントとかになると一発で持っていかれるから、かなりですねやばいっす。なのでそういったところを注意していってくれればと思います。でここのいい点に関してはですね、周回しやすい構造になってるんですね。ぐるっと中央に戻ってきて、でその後ですね中央を抜けて障壁がなくなったところをまあ行くというような形になっているので、結構ですねここはまあやりやすい構造にはなってるんじゃないのかなというふうには思いますね、僕的にはね、っていうところですね。であとエリートとかも結構数が確保されているので、まあ、ナーフされたとは言いましたけど、まあただですね、まあ今でも全然僕は美味しいと思ってますし、ここでレジェンダリーとかあとはユニークとかも取った経験あるので、まあ、そんな感じでね全然いけてるんじゃないのかなっていうふうに思いますね。でこれ増援が来るとき来ないときあって、来ないときはちょっと効率が下がります。ただ上振れしたときがかなり美味しいですっていう感じなので、そこがねちょっとね何て言うんだろうな、ポイントとしては運要素がちょっとあるかなみたいな、そんな形になってますね。なのでまあそこはもうしょうがないという感じです。はい、ただですねこんな感じで狭くてギュッとね敵が詰まっているので、相当ですねソロにはおすすめな感じで、危ない自爆野郎自爆野郎危ない、まあ、こんな感じでソロにもね全然おすすめっていう形の構造にはなってますね。でここのダンジョンとしてはまず第一フィールドって全ての敵を殲滅して、で次は下に行って2体の中ボスを倒してラスボスに挑むというような仕組みですね。でこの第一エリアの敵を全部倒すと障壁が取れてという感じになってますね。のでそんな感じでやってまいりましょう。でこれ地図見てみて、ほらすごいやりやすいでしょ。ここから入ってきて、でぐるっと回って、まあ、どっちもいいんだけど時計回りでも反時計回りでも真ん中の大通りに出るから、真ん中の大通りをまっすぐ行くと次のね障壁が解除されたエリアになるので、まあ、そこに行けばいいだけなので、結構ですね、まあ、立地的にもやりやすいかなって感じで、まあ、王者の人が代わりにさ3方向に行って帰って行って帰ってするじゃん、まあ、パーティーにはそれがいいんだけど、まあ、そんな感じでやっぱりねソロの人もいると思うから、まあ、1人の時はこういったダンジョンがやりやすいかなって感じですね。あとはさっきの鉄の砦とかも一方通行というかワンウェイなので、非常にねやりやすいところはあるんじゃないのかなっていうふうに僕はね思ってますね。という感じなんで早速第2エリアもどんどん進んでいきたいと思います。ここは中ボスを2体倒して障壁解除して、でボスに挑みましょうというような形ですね。てか今回はあれだったね、たまたま途中から入ってくるギミックが起きなかったのであれです。あー今来た今来た今来た、こういう感じでなんか何もないところから急に敵湧いたり、敵殲滅したら急に次の敵が湧いたりね、上から落ちてきたりみたいなギミックもあるので、これが多い時はちょっとラッキーかなって感じですね。経験値のリソースも多くなるしっていうところでね、なのでどんどん進んでいきましょう。でこういったねお助けのさなんていうのタワーみたいなオベリスクみたいなのもあるから、これうい神聖のレジェンダリーふっていう感じで結構ね楽しく回れるよっていう感じですね。ここもそれでは残りの中ボスですね、やっていきましょう。これですね、このでかいタイプのあやばい火だね、中ボスになってますね。オッケーと、お危ない、この最後っぺというか最後のドーンって爆発に気をつけた方がいいですね。
それでは早速障壁が壊れたのでボスを倒しに行きたいと思います。よし、それではここ障壁ね取られてるので、取られてるっていうか解放されたのでボスと戦っていきたいと思います。こちらの最後のボスは、この火の精霊使い、このシャーマンの強いやつバージョンですね。なので倒していきましょう。いくよ。それではもうちょっとで倒せ、あ、OK 倒せましたね。はい、という形で討伐完了と、でこれでですね、あの攻略完了という形になりますので戻っていきたいと思います。という感じで今日紹介したのはエリデューの遺跡と光なき巣穴、そして鉄の砦の3つになりますね。この3つはね結構俺今でも使える気がするし、まあ、実際にさ今3つ攻略したけどさ、かなりさアイテムも溜まったし、で敵の数もさ多くて、エリートの数も多くて、ドロップもさ結構良かったので、まあ、いいんじゃないかなというふうに思います。でたまにっていうかですね、このダンジョン周回やってると分かるんだけど、なんかねあのタイミング悪くなんか下振れ引くときあるんだよね。でそういうときも全然あるから、そのときはね気にしないでまたもう一周やってみてっていう感じでやればいいんじゃないかなというふうに思います。でそのときはですね、一応ソロだったらあのゲームを離脱するってやるともう一回すぐね周回できるし、あとはですねあのパーティーであればリーダーが抜けてパーティー解散するだけでもう一回ねパーティー組んですぐダンジョンリセットすることができるので、まあ、そんな感じでねやっていただけるといいんじゃないのかなというふうに思ったりしますね。という感じでですね、まあ、一応この3つが僕的にはいい感じの、まあ、ダンジョンになってくるかなというふうに思いますね。で最後にね番外編という形でいきたいんですけども、まあねあのここら辺に来てるんでもうねやっている人は分かると思うんですけど、王者の死なんですけど、まあ、番外編になるんですが全然まだいきます。普通に俺的にはなんか普通になんかいい感じというか全然いける感じします。はい、どうでしょう。まあ以前より確かにまあエリートの数は減ったかもしれないんですけど、まあ、それでもまあ僕としてはまあ問題なくやれてる気がするので、でマップで言うとですね、一応ですね清場シャドから右斜め下みたいな感じで来るっていうところで、近いウェイポイントだとジランダイで、あとは近くの大きい町だとゲドバージュっていうところになりますので、まあ、この2つがポイントかな。でできればこのジランダイを解放していた方がいいかなって感じ。ジランダイは行くだけでいいからねっていうところになります。まあ、やっぱり王者の死に関してはパーティーでね行くとかなり3ウェイなんで、3方向に行くっていう形で行って戻ってきて、でまあここにね台座にあの血の石だっけを置いてみたいな感じになるんだけど、まあ、あの大体ガチの人はまあ置きに来るんじゃなくて3方向で勝ってで借り終わったらパーティーを抜けて1回ダンジョンリセットしてっていう感じでやってる人が多いので、まあおすすめとしてはまああの敵だけ倒してボス行かないでもうあの何ていうかなリセットしちゃうっていうのもパーティーだと強いかもしれないねっていう形ですね。まあシュラウドとかそれでハードコアで100万で上げてたしって感じなので、まあ、なのでまあそのような形のまああのガチな周回な形になってるので、まあ一応この王者の死に関しては注意しないといけないのが2つあって、クモがいることと、あとはですねシャーマンがいるんですね。なのでこのダブルがちょっとね痛いんすよ。痛いので特に遠距離からで、さらにエリートになってくるとまあやばいって感じで異常状態してくるしみたいな感じで、クモはさっきも言ったけど足止めのやつもあるしっていうところで、まあ、あのシャーマンに関しては生き返らせるし遠距離攻撃もしてくるやつもいるし、投げやりみたいなことしてくるやつもいるし、なかなかね事故る可能性が状態以上で、まあ、来るんだけど、まあ、どこのダンジョンも、ね、一緒なんだけど結構その可能性が、まあ、あのなんていうかなモンスターの配置的に多い気がするよねというような形になってるので、まあ、そこはね、まあ、皆さんねお気をつけてくださいっていう感じですね。おのおの、まあ、このシャーマンとかね後ろでなんかチロチロやってるやつを先に縛いた方がいいよねみたいな、そんな感じになりますね。でこれとか、あ、もう霊剣ちゃんとですわこいつ、やばいやばい、こういう霊剣ちゃんとは先に倒しましょうっていう形になりますね。で最後にね、まあ、あの今3つダンジョンねちゃんと完全攻略までしてボスマン倒して回ってたんだけど、まあ、アイテムみたいなの見てみたいと思うんだけど、結構レジェンダリーも取れてます。 1,2,3,4,5,6,7、 まあこれ取れすぎだな、3つのダンジョンで7個はちょっと取れすぎだけど、それも1個取れてる感じかな。それは1個だけか、あとはまあ普通に新生レジェンダリーではあるんですけど、まあそれでもですね結構取れておりますので、まあ僕的にはまあ嬉しかったかなというか、まあいい感じかなというふうなところではありますね。でもちろんですね、あのここら辺もソレイブーツとかソレイのレアも結構取れてるので、まあね一回ねちょっと途中あの満杯になったのでレアはね全部売ったんだけど、まあこんな感じでねあるので、まあ、結構ねいい感じの周回効率なんじゃないかなというところで、ぜひね皆さんもですねおすすめのダンジョンあったらぜひ教えてください。僕日頃からあのレベリングとかファームしてるんで、はい
ということで、僕がですねおすすめできる、まあ、僕の中のなんですけど、僕の主観の最高のダンジョン参戦というのをやってまいりました。結構ねみんなねコメントに書いてくれたり生放送で教えてくれたりしててかなり助かったのでですね、ぜひあのまたいろんな情報を、ね、発信していきたいと思いますのでですね、皆さんもですねまたいろいろ教えていただければ幸いです。まだディアブロ4出たばっかなんでね、みんなでねできれば日本コミュニティこんな感じで盛り上げていければ嬉しいんじゃないかなというふうに思っております。で、ケジュアルゲーミングではですね日頃からですねあのこういった情報系とかニュース系のね動画上げてますので、ぜひですねチャンネル登録と高評価お願いします。はい、で生放送も夜ね結構メインでやってるので、ぜひ遊びに来ていただけると嬉しいなというふうに思っておりますので、チャンネル登録と高評価した後ベルマークをしてですね配信とかに気づけるような形でしていただけるとね、通知がいく形にしていただけると嬉しいななんて思ったりじゃ、はい、ありがとうございますという感じでね、みんなと一緒にまた楽しんでいければと思いますので、引き続きよろしくお願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。